皆さんこんにちは、名取哲郎でございます。本日私は、旧日光街道沿い、島根2丁目バス停、こちらの方に来ております。この地域は隣の六月町という場所を含めて、駅から遠く、またバスの路線も見ての通り大変少ない。これだけの住宅地が広がっているのにバスの本数はこれしかございません。さらにこのバスというのはこの旧道をずっと行きまして環七で止まって梅島駅まで行っておりません。私名取哲郎は六月町から旧道を通る梅島駅まで行って、そこから足立区役所まで乗り換えなしで行けるバス、これを作っていけるよう訴えてまいりたいと思います。皆様のお声を、届けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。こちらです。